カゴメの発酵人参獣の秘密。カゴメの発酵人参獣は糖質を約7割カットし、食物繊維は約2倍を実現。それはカゴメが実現した発酵技術のおかげなんです。ではどのように作っているのでしょうか。まずは人参を集め搾汁、そして発酵させます。微生物が人参獣の糖類に作用し、2つの効果が起こります。1つ目は糖質カットです。微生物が糖類を二酸化炭素などに分解し、それらを気化して取り除きます。2つ目は食物繊維アップです。微生物は糖類を食物繊維にも変換します。だからカゴメの発酵人参獣は嬉しい2つの効果。この特別な原料を使用した野菜生活100発酵クレンズ、ぜひお試しください。自然を美味しく楽しく、カゴメ。